じゃあガンちゃんから呼びかけてください。ひとりくん、毎度どうも。はい、よろしくお願いしますよ。お願いします。最近どないしてますか？すごく元気です。あ、もう声聞いただけでようわかるわ。今あの UHB の、うん、あの会議室で対応させていただいてます。あ、そう、はい、HBC じゃなくて UHB HB です。あ、そう、 STV でなくても、はい、HTB でもなく、はい、北海道の方以外はよくわからないですよね、うん、これ完全にカットですよ TVH。 違う、あの僕が何が言いたいかというと、北海道の各ローカル局あるでしょ、はい、地上波の、はい、全部で仕事してる、ものすごい忙しいね、ひとりくんは。いやだから今ね、ローカル局 NHK さん以外全部言ったでしょ、うんうん、全部で仕事してんのよ今ひとりくん。いや、ありがたいことに、なんとかやらせてもらってます。すごいですよ。だから今、わざわざ僕、テレビ局のね。あえて。うん、言っていったんですよ。あ、じゃあもう一回言いましょう。UHB って出てきたでしょ、うん、ほんで、HBC って出てきたでしょ、はい、HTB、うん、STV、うん、そして TVH。うん、もうそんな、それにまさか、それに尺持ってかれるんですか？いや、もうこれのバッサリ行くとこだから。そうですよね。いや、でも北海道のね、はい、あの局全局でお仕事をしているひとりくんが、またこれ私のこれマイドスポーツにお久しぶりーフで出てきてくれるの嬉しいやんか。そうですね、またあの OB として出させてもらうの多分初めてですよね。そうなのかね。そうですね、そうなん、2014年の1月に電話出演してくださったんですよ、うん、でこの時は前の年のオフに西武に移籍してきた直後だったんです。だから現役選手だったんですね。あの交通情報にまでしっかりとですねコメントをくれた森本ひとりさんがいました。そうだそうだ、アクアラインだ。それすごい覚えてます。なるほどね。はい、じゃあプロフィールご紹介しますね。お願いします。森本ひとりさんは1981年東京都のご出身、現在36歳。帝京高校から1998年のドラフト4位で日本ハムファイターズに入団しまして、2006年2007年のファイターズのパリーグ V2 の時は中心選手として活躍されました。外野手としてベストナインを1回、ゴールデングラブ賞を3回受賞。その後横浜ベイスターズ、埼玉西武ライオンズを経て2015年現役を引退。現在プロ野球解説者2年目で、先月初めての本、気にしない、どんな逆境にも負けない心を強くする習慣が、ダイヤモンド社から1400円プラス税で発売されました。とこ。いや冗談やで、ひとりくん。今の僕、岩本さんに初めてイラッとしました。あとね、ひとりくんがイラッとした時にね、あの、ダイヤモンド社の方が外でね、僕をギロって睨んだから。そうですよ。そうなります、岩本さん。冗談やんか。相場やんか。はい、でもこの内容を見たら1400円、もう皆さん安いですよ、買って読みましょう。あ、ほんで今目の前にあるけど、これええ紙使ってるわこれ。そこですか。うん、いやいや、紙すごい重要やで。あの読み応えといった意味では、やっぱいい紙でいい質のものを提供しないと、はい、やっぱ読者の方っていうのはね、あの、うん、やっぱ読んで人に勧めてくれないよ。いや、僕あの初版なのでね、その辺全くわからないんですよ。ああ、じゃあもう、さすがですね、山本さん。出版社の方がしっかりと考えてくれてんねんて。ガンちゃん何冊出しましたっけ？あんまり大きな声じゃ言えないんですけど、7冊出しておりますよ。マジですか？せやで、全部黒字やで。すごいな。せやで。重複はないんですか？前の本で書いたことをまたちょっとこう散りばめる。あ、僕はありませんよ。全然別のこと。全部別のことですよ。各所先輩方々で同じようなこと書かれて出版されてる方いますけど。カットです、カット。いや、なんで？なんで？誰とは言ってないじゃないですか。まあね。私は全部内容違うように書かせていただきますよ。はぁ。でもね、ひとりくんさ。はい。うん、もうこの題名が気にしない。これ新しいなと思ったんだけど、はいはい。何よりも気にしいのあなただからこそこの題名があると思って僕見てるんですよ。ああ、そうですね。岩本さんは僕の本当に若い頃からずっと近くで見ててくれた先輩なので、そういうところの気づきは本当に、気づいてくれてる、嬉しいですね、僕は。自分のことも気にかけるもあるかもしれないけど、周りの人のことをすごく気にして気にして、もう自分のことより周りの人のことを優先して考えるぐらいのナイスガイなんですよ。ひとりくんは。だから、引退試合でも、ひとりさんにつなげと、いうことで。あれ、この間テレビ見たよ、ひとりくん。ありがとうございます。皆さんに訴えるメッセージ力もあるし、ね、何よりもその映像が残ってて、皆さんがこう、共感してくれて涙流してくれるの嬉しいね。そうですね。まあ最後、本当にね、ライオンズ、僕2年間しか在籍できなかったんですけども、はい、
選手のみんなが、まあ、僕が必死に何かを残そうとした僕に対して、みんながこう全力疾走で僕に打席を回してくれたっていうね、あの感動は僕、まだあの引退試合から2年経ちますけど、はい、まだね、本当鮮明に手元に残ってると言いますかね。もう栗山君がフォアボールで回した瞬間の、はい、ネクストサークルのひしょりくんのあの泣いてる姿、まっちゃん見た？見ましたよ、もちろん。めっちゃぶっ細工やろ。いや、そこじゃないですよ、もう。ちょっと待って。違う。いや、ひしょり泣き顔ぶっ細工やねん。いや、いいんですよ。そうじゃない、そうじゃない。俺もぶっ細工やねん。だからぶっ細工コンビやねん。泣き顔はそれが美しいんじゃないですか。なおちゃん泣き顔美しいで。いや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 。それとはまた別のね、いや、その顔がくしゃくしゃになるまで、もう込み上げるものを抑えきれないひしょりくんのね、もう心の叫びが僕ものすごい聞こえた。もう感謝の言葉しか言ってないでしょ、あの時。いやー、そうですね。まあ、だその辺の、引退試合とかって、映像ではわかるんですけども、はい、それをね、文字に起こして、すごくね、わかりやすくお伝えできるような本になってるんですよね。これさ、不思議と僕も本書かせてもらって、こう書物になって、これ、よっぽどなことがない限り、一生消えないんですよ。はい、うん、日本の文化でずーっと残っていくもんなんですよ。その辺についてもすごくなんか胸高鳴るものなかったですか、ひちょりくん。いや、僕最初はその本なんて自分からは出せると思っていなかったので、うん、かかと体重だったんですけども、いろいろお話を編集者の方と事務所の方と話していくうちに、その僕の元気の源、何なんだっていうことから始まったんですよね。泡盛り？そこから、まあ、過去のいろんなことを経て、まあ、今の元気に至るってことを、か、まあ、の内容として出てきて、じゃあそれは皆さんにお伝えしましょうよってところから始まったんですよね。いいですね。すごく周りの方の良き理解者の方々に、これまた改めて感謝やね。いや、本当に感謝ですね。ひちょりくんさ、はい、お父ちゃん、お母ちゃん、ほんで、僕はあなたのおじいちゃんともお話しさせてもらってて、はい、どうですか、こう出版したりとか、そしてこの間のテレビ放送にも出たりとか、今の活動を見てね、家族の方はどう言われてますか？はい、まずですね、この本を出させてもらった内容が、思いっきり僕の幼少期の病気の話なんですけども、はいはい、僕の母親と病気について当時のことを話したことが今までなかったんですね。それが、まあ、本を作っていくにあたって母といろんな話をしていく中で、初めて当時の僕の気持ちを母に伝えて、で母の気持ちも僕初めて聞いて、お互いにこういうことを思ってたんだっていうことを改めてこう、まあ、知ったと言いますかね。わあ、いい。お互いを知ったっていう感じですね。ということはもう僕はひちょりくんのお母さんの顔も知ってるけども、二人とも顔くしゃくしゃやったっていうことやね。いやいや、まあ、本当になんか感慨深いと言いますか、だから中にはよ、まあ、子供のことで悩んでる親御さんといると思うんですけども、そういうお母さんとかお父さんとか両親の方にちょっとでもこう元気になってもらえたりとか、そういうふうな後押しできる本かなって思ってますね。もう一人のお母さんにもちょっと講演やってほしいなと思うぐらいね。いやー、うちのお母さんちょっとハスキーボイスなんで声が持たないと思う、ね。ええやんか、ボヘミアン歌ってくれたらええねやん最後。いやいや、ぴったりだと思いますけど。でしょ。いやいや、まあ冗談さておきさ、ほんでひちょりくんもね、現役何歳まで？17年ですね。35歳までか。はい。うん、現役最後の方でさ、ノムさんは何歳までプレイしたんでしたっけって何度も聞きに来たの覚えてるわ。いや、覚えてます、僕も。あれ、なんで聞きに来たの？いや、やっぱり、ベテランの選手が最後に思うこととか、はいはい、最後にこう何を思ってたのか、で、何をやり残したのかってことを僕自身が、もう、もともとそういう経験をされてる方から学んで、現役のうちに何かやり残したことはないかと、そういう心境でいろんな先輩に話は聞いてましたね。ああ、そういうことか。ガンガンテレフォン、ガンちゃんの後輩で、プロ野球解説者2年目、森本ひちょりさんにお話を伺っています。今夜は、ファイターズ、ベイスターズ、ライオンズで、プロ17年間プレーされた、森本ひちょりさんにお話を伺っています。森本さんは先月初めての本を発売されました。改めて森本さんからタイトルを紹介してください。はい。気にしないという本 を書かせていただきました。はい。そして、サブタイトルが、どんな逆境にも負けない心を強くする習慣ということで。はい。いや、これね、まあ、ひちょりくんごめんなさいね。これ僕、あなたのことをよく知ってると思って言うんだけど。はい。ひちょりくんはね、まっちゃん。はい。なおちゃん。はい。
ものすごい繊細やね、すごい繊細なハートの持ち主なのよ、はい、だからこそ心を強くする習慣と自分で鼓舞しながら歌いながら生活してるんですよ。それを文字にしてくれた。違うかな、シャル君。いや、もうまさにおっしゃる通りで、僕が一番気にしいの、気にするタイプの人間なので、うん、はい、いろんなことを気にして生きてた人間が最後は気にしないっていう答えに全てなってるんですよね、うん、いやもうね、目次見てるだけで泣きそうになるのよ、あなたのその野球に対しての姿勢を思い出すとね、うん、はい、あ、いや、またあのね、これ野球の本ではなく、うん、自己啓発の本になってるんですね。だから、あの、もちろん野球選手にも読んでほしい部分たくさんありますし、うん、まあ、いろんな悩みとか、誰かにこう背中をちょっと押してもらいたいっていう方が読んでくれたら、もう本当にそれでちょっと元気もらいましたとかいう声もらえたら、もうそれに嬉しい、もう勝るものはないですね。どう、その出版に向けてさ、人生初だと思うんだけど、先日、はい、トークショーをやったでしょ。はい。ね、もうあのトークショーについてはどうでした？こう自分の本も PR しなきゃいけないし、はい。来られた方々をやっぱこう満足させなきゃいけないっていう責任もあるわね。いや、まず一番なんか違和感があったのは、今までは野球選手として来てくれた方にトークショーだったんですけども、うん、今回はですね、森本稀哲という人間で、勝負したトークショーだったんですよね。はい、まあ、もちろん元ファンの方もいらっしゃるんですけども、うん、本当に本を買ってくれた方に向けてのトークショーだったので、うん、そこに関しては、なんかね、こう異様な嬉しさがありましたね。あ、本当に僕に興味を持ってくれてるんだという感じでしたけどね。うん、もう一人のために俺今やから言うけど、あの会場の半分は僕の知り合いの人行ってくれ言うたよね。絶対やめてくださいよ。僕結構もう感動してたんですから。ダメですね。まずはね、あの、うん、初めてだったんです。これはもう初めて感じたことなんですけど、うん、書店の方々の協力って本当に嬉しいなと思いますね。すごいよね。書店の方と仲良くなるとね、一番いいとこにね、ポンと本置いてくれたりするし、うん、うん、あの、それも人付き合いやからね。はい、うん。ほんでまた何？東京でも？はい、東京でもまた、イベントやらさせていただきます。完売になったということで。そうそう。いや、告知しようかなと思ったけど、うん、もう関係者の人が、いや、もう完売なんでと、ええ。混乱を避けるために、いや、もうあえて言わなくて結構ですっていうような嬉しいこと言ってくれんのよ、ひちょりくん。いや、ありがとうございます。もうこれも本当来てくれる方がいるからこそ成り立つことで。うん。また来てくれた方が元気になってくれれば、うん、もう本当にこれは僕としてもすごく嬉しいことですからね。ひときわ声の大きい質問する人いたら、ちょっとびっくりせんといてね。山本さんが来るんですか？言いましたね。何も言ってないやん。それはそれで助かるけど。切磋琢磨やんか。ねえ。一緒に解説しててもね、打者目線のすごいいいこと。うん、僕10年以上解説業やらせてもらってても、はい、やっぱりその奥底わからない部分ってあるんですよ。うん、まだ理解しがたい部分が、はい、打者心理。その解説業についてちょっと聞きたいんですよ。うん、ね、あの、森本さんどうですか？解説、まあ2年目になりますけども。はい。この解説業ってのはどう今思ってます？いやー、難しいことばかりですけども、はい、僕ね、これね、言っていいか悪いか、どう受け取られるかどうかわからないんですけども、はあ、ライオンズの最後の年、僕、ほぼもう二軍生活だったんですよ、うん。で、ファームの試合が終わって家に帰るのに僕1時間半ぐらいかかるんですけど、いつも僕ね、文化放送で、はい、ライオンズナイター聞いてたんですよね。うん、だからその、放送の感じとか、はあ、毎日のように聞いてたんで、一軍の試合を、自分が解説者になった時にどう伝えたら伝わりやすいのかなとか、はあ、今のになったらね、あの1年間がすごい今に生きてるんですよね。いや、でも、ね、まさかそうなると思って聞いてなかったですよ、僕。いや、でも何か察してるんだって、体が、うん、自分ならどうすると思ったわけでしょ。そうです。だから、あの、聞いてたら、うん、ああ、この実況の方、もうちょっと吸収言ってくれたら、まあ、僕ら玄人なんで、プロなんで、分かりやすいなとか、うん、はい、で、どこに強い当たりなのか、弱い当たりなのかとか。うん、それ、マサイチちゃうか？いや、それね、あの、真島さんと実は西武第二の室内練習場の前でね、話したことあるんですよ。あ、しましたね。そしたら真島さん、ありがとうございます、聞いてもらえてって言って、で、僕は、あの、正直にもっとなんかこういうことを聞きたいんでって言って、はい、それで、話したの覚えてるんですけども。すごいな、ひちょりくん。はい。いやいやいや。で、今、今度、ご自身が、解説者の席に座って、喋ってるわけですよね。はい。丁寧やで。丁寧。喋るんだわ、ひちょりくんは。いや、でも、また、
答えがないじゃないですか。一つのプレーでも、いろんな方のコメントもありますし、聞いている方も受け取り方があるので、難しいんですけども、一つだけ、まあ、僕は信念持ってるのは、分かりやすく、端的に伝えると。はい、これだけですよね。本当に丁寧。ものすごい大きなことですよね、これ。僕みたいに、あ、これあかんわ、あかんやつやわ、で終われへん。それで終わってんですか？もう終わる時もあるよ。いや、岩本さんの解説はね、僕ら、玄人好みなんですよ。ほらほら。これあかんやつやで、みんなわかると思うけど、これあかんやつやで言うてもらっちょ、川藤さんチックですね。ごちゃごちゃ言わんと黙ってみとけそんなことは言えへんけども、まあ、本当にね、彼と僕年齢10個ぐらい違うけども、もう今同じ仕事してて、もう同僚なんですよ、また再び、うん。はい。で、そこで切磋琢磨したいなという気持ちから、彼と解説やっても楽しいし、お互いの野手目線、ピッチャー目線の情報交換は、絶え間なくしてるよ。おー。質問するもん、ちゃんと、これどういうこと、はい、僕らファイターズ OB の解説陣にそういうネットワーク組んでんねん、みんなで、みんなでこう手挙げたんだ、みんなで情報共有しようと、そういう、野球界のね、ひとりくん、はい、野球人森本ひとり、はい、出版活動もするよ、はい、解説業もする、はい、でこの先はもう本当に大役指導ということもあるでしょう、はい、いろんな意味でこう野球界にね、まだまだ力をどん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 注いでもらいたいんだけども、はい、今後の野球人としてこれからの目標は何ですか？まあ、正直指導者になってみたいという気持ちもありますけども、今はこの解説業や、まあ、北海道で情報番組もやらせていただいて、今しかできない、今しか学べないことをやっていきたいと思いますし、今勉強したことを来年再来年に生かせるよう、本当に今を大事に生きていきたいですね。いや、いい言葉ですね。一生懸命いいこと言うでしょ、丁寧に、はい、簡潔に伝えてくれるでしょ、はい、でもゴルフ場行くと全く丁寧じゃないのそれは岩本さんだって一緒じゃないいやいや、もう二人とも雑で雑で。どの辺がですか？ボールを見ない。どういうこと？結果ばっかり見てる。松島さん、はい、もう我々ボギーもダボも一緒ですいや、本当ね、講師ともにね、心安く楽しく付き合いしてくれてるんですよ、本当ありがたいわ。そうですね、じゃあ最後にですね、毎度スポーツをお聞きのリスナーの方に森本ひとりさんからメッセージをいただけますか？はい、僕の、まあ、気にしないという本が出ましたけども、僕の元気の源、なぜ僕が元気なのかという本、僕の人生が詰まった本なので、ぜひ皆さんにご覧いただきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、はい、ということで、ガンちゃんのファイターズ時代の後輩、プロ野球解説者2年目森本ひとりさんに話を伺いました。